SMA プロデューサーのしめさばです。明日5月6日メンテナンス後から始まるアップデート情報を紹介します。紹介する内容は開発中のため実装時には異なる可能性がありますのでご了承ください。明日のアップデートからはワールドボスメッシエが始まります。今回の話も大学編ダイアリーシリーズですね。ヘカテー図書館にスターリーナイトというシナリオが追加されます。これまでに登場した大学のメンバーも登場するんですけど、今回の主役はこの二人、星川キララと文野玉木です。星川キララは宇宙に関することが好きで、頭はいいんですけど夢中になるとそれしか見えなくなっちゃうタイプの子ですね。で、文野玉木の方は須藤大学の教授です。この二人は昔からの知り合いですね。星川キララが幼い頃に想像していた架空の惑星帝国、フテナ帝国っていうのがあるんですけど、それを元にして二人で小説を書いてるんですけど、っていうお話です。架空のはずのフテナ帝国の皇女がチャイルドとして登場します。それが今回のボスのメシエです。世は新たな国を築く！姫が皆華麗なドレスを身にまとい豪華な椅子に座っているものだと思っていたら大間違いだ。ライブ 2D の槍の動きすごくないですか？前に出す動きとか、あとメカっぽいギミックも結構入ってると思うんですけど、いや最高ですよね。それ槍じゃなくてガトリングなんだみたいなとこもあるんですけど、3年前にデスチャで初めてエイプリルフールやった時にメカリザっていうのが出たと思うんですけど、そこからさらにメカアクションが磨きがかかってる感じします。さて、ボスのスキルはこちらです。今回から戦場バフもお見せしますね。忍耐で自分を守りながら烙印とかダメージ強振、あと水風船とかいろんなデバフで攻撃をしてきます。タイプとしては回復型なんですけど、回復はしてこないので忍耐をなんとか突破してダメージを与えましょう。ボスが使ってくるデバフの中でも特に水風船に関しては攻撃のためにダメージを食らう上に時間経過か、あと一定回数の攻撃受けるかどっちかでスキルゲージの初期化がされてしまいます。なのでダメージを受けるだけじゃなくてこちらの攻撃頻度も下がってしまうので、そこをカバーできるように対策をしましょう。そして、このボスに対抗する新チャイルドもさっき話したプテナ帝国出身のチャイルドです。メシエのお母さんにあたるロザンナですね。私は皇帝陛下を本当に愛しておりました。皇妃の地位なんてどうでもよかったのに。何もかも私のせいです。あの頃はそうでしたね。私はメシエの世話ばかりしていて国民のことは気にも留めませんでした。これはこれでまたね、柔らかそうでとってもいい感じなんですけど、あと細かいところなんですけど、右手の指一本ずつ握ったりするモーションもね、実はすごいんですよ。はい、スキルはこちらです。貴族性の補助型ですね。さっき紹介したメシエが使ってくる水風船に関して確率で解除することができます。あとスライドでモロハの剣で攻撃力をアップしたり、あとワールドボス限定でスライドスキルのクールタイム減少もできるので攻撃の回転率を上げられそうですね。そして多分コアユーザーの方はすでにドライブに目がいってると思うんですけど、貴族性で初めて攻撃耐性を持ってます。しかもイグニッションなしで3体になってます。普段あんまりスキルとか意識しない方向けに説明すると、大体の場合バフって付与される人数が多い方がいいことが多いんですけど、この攻撃耐性に関してはフィーバー中に攻撃するチャイルドを絞り込んで、そのチャイルドにバフとかを集中させて安定して高いフィーバーダメージを出すような使い方をするんで、付与される人数が少ない方が都合が良かったりします。
で、これまで他の属性で出た攻撃耐性だと5体が基準だったんですけど、まあ、今回ロザンナはイグニッションせずに3体が基準になってるので、まあ、より高いダメージを狙いやすそうなチャイルドになってます。じゃあ報酬として獲得できる方のメシエのスキルも紹介していきましょう。水属性の回復型で、即時回復とか持続回復、バリアなど、まあ、ボスとは違って回復型らしく、ね、しっかり味方を守ってくれるスキル構成になってます。バリアに関しては、同じ水属性回復型の星5エウロスがいるんですけど、星5エウロスよりもバリアの数値は高いので、まあ、味方を守るっていう点で言うとメシエの方が有効かもしれませんね。とスライドには PVP 限定で生命連結があります。生命連結っていうのは、生命連結ってバフを付与されたチャイルドがダメージを受けた時、受けたダメージの一部を回復に転換して対象の味方を回復することができるスキルです。メシエの場合だと生命連結バフがかかっているチャイルドがダメージを受けると HP の少ない味方2体を回復できます。ちょっと変わったスキルなんですけど、他のスキルとの組み合わせで、まあ、チーム全体が受けるダメージを分散したりとか、あとは安定化とかしたりできるかもしれません。ソウルカルタも1枚追加されまして、今回はバートリー、花園サヨコのソウルカルタです。結構いろんなところで言ってるんですけど、私はサヨコ推しなので、まあ、ぜひ持っておきたいところです。ワールドボス用の効果を持っていまして、ショップと召喚に追加されます。それでは今回のアップデート情報は以上となります。明日のアップデートをお楽しみに。しめさば雑談コーナーです。ゴールデンウィーク皆さんどうでした？基本的には緊急事態宣言とかで、まあ、外出も自粛だと思うんで、私は家で仕事とかねしつつ、ワールドボスでマーズをツンツンしつつ、まあ、リングでフィットしたりしつつ、まあ、ゴリさんとモンスター買ったりもしたんですけど、いかがお過ごしでしょうか。次の週明けまでお休み継続っていう方も、まあ、いるかもしれませんし、ゴールデンウィーク関係なく仕事だったよみたいな方もいると思うんで、まあ、仕事だった方はお疲れ様です。休み明ける方はね、明日明後日出たらまた土日ですから、まあ、頑張りましょうっていう感じで、週明けまで休みの方はぜひ私の分まで遊んでください。ゴールデンウィーク中はね、毎日プレゼントとかクイズとかやってましたけど、楽しんでいただけたでしょうか。クイズはツイッターのアンケート機能を使ってるんですけど、あれ使うと予約投稿できないんですよね。で、まあ、いつも手動でやってるんですけど、手動でやるときに動画添付しようとしたらエラー入っちゃったりして、ちょっと急いで、ツイッターに対応した形式にエンコードし直したりして、若干55時10分遅れたりしてね、バタバタしちゃってすいませんでした。これを撮影してる時点では、今のところ全問正解で、たくさん温泉まんじゅうもらえると思うんで、好きなチャイルドを温泉につけて、まんじゅうを口に押し込んであげてください。ちょっと話変わるんですけど、この前、公開したプロデューサーレターの最後にちょっと書いたんですけど、メインストーリーのティップスみたいなもの需要あるかなっていう話で、ツイッターで特にストーリー関連のツイートしてくださってる方たちがぜひ見たいっていう風に書いてくださったので、まあ、次のプロデューサーレターでまずは書いてみようかなと思ってます。まあ、本当はプロデューサーレターだけじゃなくて、がっつり用語集みたいのあるといいのかなとか思ったりもしたんですけど、まあ、どこに設置すると見やすいのかなとか、あと、まあ、どこまで紹介して、どこまで考察してもらった方が面白いんだろうとか、なんか線引きみたいの考えるとちょっと時間かかっちゃいそうなので、一旦、プロデューサーレター
の中の、まあ、一つのコーナーっていう感じで紹介してみようかなと思います。まあ、例えば、シャーマンとエクソシストっていう存在が出てきてると思うんですけど、まあ、デシチャの世界でこの二つってどう違うのとか、ですかね。あとは、まあ、ユニバースっていう言葉が出てきてるんですけど、結構謎が多いものだと思うんで、まあ、こういったところもちょっと解説していけたらなと思ってます。まあ、メインストーリーも大きく動き始めるので、まあ、より深く楽しんでもらえるように情報を出していきたいなと思います。それでは、明日のアップデート、ワールドボスメッシへ、それから、ダイアリーシリーズのストーリー、スターリーナイトをお楽しみに。